はい、SDIN 無料ゲームってところの囲碁のゲームやっていきます。あれ、ああこちら、ごめんごめん、対コンピューターですね。やっぱ人間はね、いろいろ気を使ったりするんで、はい、まあコンピューターの方が気楽でいいのでやっていきますね。で、相手のレベル、さっきね、レベル1でやってね、割と勝てたんですよ。まあ、私むちゃくちゃ弱いんですけど、まあ、それ以上に弱い設定になってるんで、じゃあレベル2にしていきましょう。で、5番が 9×9 でちっちゃいやつね。だからやっていきましょう。だからレベル1は勝てたんだけど、2はどうだろう、わからん。まあ、やってみよう。で、黒からか。これね、音はね、いまいちだが、まあしょうがない。これ囲んだら勝ちなんだよな。囲んだ、その、なんだろう、目っていうのか、地合いっていうのか、多い方が勝ち。なんだ、これ今、上、白に取られちゃってるから、この辺で防がないとさ。あ、でも防ぎきれないかもね。これ無理かも。ここ黒のように見えて、その大外に白がいるからさ、そのほぼ白じゃん。でもレベル2になると強いな。あ、これもダメだ、多分。ボロ負けですかね。こことここ、左下と右下は多分黒だけど、それ以外がね、取れ、全然取れてない。向こうがパスで、こっちもパスするとね、うん、これでどうだ、微妙。いや、黒がちょっと多いか。あれ、あ、全然24.5目差だからボロ負けですね。あ、上げ幅があったのかな。はい、全然ダメで、ボール負けしました。もう一回からやりたいですね。今度レベル1にしよう。1はね、多分勝てると思うんだけどな。はい、やります。また黒ですね。黒がね、先行なんだよね。うん、この時ね、置き石がないんだよな。互い戦になっちゃうんだよな。いや、もう私弱いんでね、石を置かせてほしいんだよね、ハンデで。これどうなんだ、左下は多分か、ああ、取られる。なんか、明らかに取られるところ置いちゃう。気づかないんだよね。いや、難しいのよ、気づくのが。ああ、ここをね、白を囲めると思ったのに、囲めなかった。逆に取られたわ。これ、1なら勝てるとか言って、これ、きつくなってきたな。ああ、これ負けるかもな。難しい、もう置きどころがない。この置いてはもう絶対取られるんだけど、あえて、もう絶対取られるでしょ。じゃあもうパスにしちゃうか。はい、負けました。1なら勝てるとか言ってボロ負けしましたね。もう一回からやるか悔しいんで。いや、ほんと勝ったんですよ、さっきは。今度白だね、私が白。左下はもうこれ白で囲んだから、こっちのもんでしょ。
さっきここ通ったあれこれ上げ浜は通ったのはどこに表示されるんですかね。ちょっとわかんないね。これね。通ったのが表示する場所がわからん。ここ。あーでもここでも白なのかな黒なのかなあれドバッとやられちゃったじゃないですか。おい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 、なんじゃそりゃ。これは全く不可抗力ですよ。どういうこっちゃい。もう一回やるか。まあこういうこともあると。タイコンピューターで99で一番低いレベルで黒ですね。うん、手でつなげた方がね、取られに向こうから取られにくいんでね。逆に言えば向こうのこのつながりをね、立ちたいんだよ。あれ取られちゃった。こいつ取れるな。もう取れるわ。まあ取れるところは取っときますか。右は黒だと思うんだけど、こうこうパスしてきたな。何パスパスパスするならさ、投了してほしいんだよね。ほら勝った。黒の 74.5 目で圧勝ですね。真っ黒ですね。はい、なんとか勝てたので、まあ、キリのいいところで終わりにしましょうか。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとう。